どうぞ。でも、七味くん掃除当番でしょ？サボったりしたらなっちゃんと一日デートだろ？俺様は可愛い女の子と帰るって決めたからね。掃除なんてやってたら全員帰っちゃうし。そうなの？
をバイト。僕はちょっと残んなきゃいけなかったから、さすがに待たせるわけいかないじゃない。始めたのに、ちょっとね、二人ともお金を貯める必要が出てきました。僕もね、ユーバーでないか探してはいるんだけど、どこかにカフェに入って一緒に帰るだけでお金もらえるバイトってないかな。僕の可愛い悲鳴が聞けちゃうから。